はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。えー、今回は、えー、岐阜県の営業職の正社員、2年目、21歳の方の給与明細です。仕事内容は、主に学童保育の業務を行っています。私は委託会社で働いているため、現場に行き困っていることや、先生方の勤怠業務内容の確認、自治体との運営に関する打ち合わせを行うことが多いです。 えー、仕事に必要な資格やスキルがあれば保育士や教員また放課後指導員支援員放課後指導支援員もあれば給料が上がります、えー、勤務時間がこの方は9時から18時で18時以降迎えが見えない場合は残業収入が年収250万で、えー、学童関係につきたい方へのアドバイスとしては年収を見るとあまり良くないと思いますが子どもが可愛いため好きな人は勤められると思います 給与が、えー、支給で20万7840円そこから控除が引かれて手取りが16万7427円となっています、えー、今回は学童保育で働かれてる方の給与明細でした、まあ、子供が来るのが放課後ということで、えー、平日の、えーまあ、朝から放課後までは、えーまあ、営業っていう形で、えー、自治体との打ち合わせとかを行ってるみたいです まあ、パートとかだと、えー、放課後だけとかで、えー、かなり給料低いんですけど、まあ、普通に、えー、委託とかで雇われて働けばこれくらいもらえることが分かりました、まあ、事務員とかと大差ないんですけど、まあ、事務員をするか子供たちと放課後、えー、過ごすのがいいかとかでまあどっちがいいかみたいな感じでもしかして事務員が合わない方はこっちの方がいいのかなって思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録・高評価お願いします